ですね。さては私たちに秘密でいかがわしい商売でも始めようとしてたんですね。いや知らないっすよ。本当に僕じゃないっす。私とリュウト以外で誰がこんなとこに店を開くのよ。素直に白状しないと。いらっしゃいませ。初めてのお客さんですね。どちら様っすか。やだな、セルフィーナちゃんですよ。忘れちゃったんですか。忘れたも何も初対面ですけど、今自分でも初めてって言ったじゃないですか。細かいことはどうでもいいのです。それじゃあこのお店がどういうお店なのか説明しちゃいますよ。いや、店の話よりもあなたが誰なのかを聞きたいっすけど。まあまあ、とりあえず聞くだけ聞いてみましょう。満々っすね。こうなったら止めるだけ無駄なんですよね。